はい、ヤグタウンです。さあ、今日紹介していくのは、ヒーロービート。ヒーローの戦う舞台、このスキルがね、新しく仕様変更になったということで、それを活かしたデッキの方、やっていきたいと思います。そして、前回、前々回からお題となっている、大喜利、会話の、子供の頃のあだ名は、この答え、答えじゃねえな。最優秀者と、あとはヤグタウン賞、この2つの発表、動画の最後にやりたいと思うので、ぜひぜひお楽しみにしていただければなと思います。さあ、ザ・ヒーローを出すぜ。こいつはフィールドにいるエレメンタルヒーローの攻撃力のモンスター分、モンスターの数分攻撃力アップする。ちなみにヒーローの戦う舞台、何が変わったかというとですね、こちら、ヒーローの戦う舞台、スキルが使用時のライフポイントの条件を2000以下から3000以下に変わらーということで、今までね、2000、ライフポイントが2000減らなくては、スカイスクレイパーが発動しなかったのが3000になったんですよね。ということで、ごめんな、デュエルの方ガンガン進んでいっきゃんやけど、今サイコロン使いました。もうサイコロンがね、今言ったように、こちらがね、1000ダメージ食らえば、もうスカイスクレイパーがスキルとして使えるので、サイコロンがすげえ合うんじゃないかなと僕思うんですよね。で、サイコロン、あの魔法カードなんですが、一体どういった効果かというと、まあ、1、6の目が出たらダイスで、1000ポイント自分がダメージを受ける。これはね、今まで負の効果として見ていたんだが、実際、1000食らいたいなっていう時があるんで、それが出ても最悪ね、まあ、いっかと思えるような、仕様となっております。で、2、3、4が出たらフィールドの魔法トラップカード1枚選んで破壊。で、5が出れば、フィールドの魔法トラップカード2枚選んで破壊ということで、もう5出たらね、最高にアドが取れるんで、2、3、4でも損はしない。で、1、6が出たら、出たで、スカイスクレイパーが貼れるので、全然僕はありかなと思います。さあ、そして、今使いましたね。強化蘇生。これで、墓地よりモンスターを攻撃力100上げて復活させることができる。そして、相手ね、非常に強い火力モンスターを出してきているので、それは、はい、今使いました。パラレルツイスター。これがね、強化蘇生って、強化蘇生自体が壊れても問題ないんですよ。一度復活さえしてしまえば、強化蘇生が壊れても、モンスターはフィールドに居続けることができるので、その不要となった強化蘇生を壊し、相手のどうしようもないモンスターをパラレルツイスターでぶっ飛ばすと。そういった形となっております。いやー、あとね、1000ライフポイント払う方法としてコズミックサイクロンも入れております。で、皆さんお気づきの通り、コズミックサイクロン、そしてサイコロン、R ライトジャスティス、このあたりがね、相手の、セットカード、相手のバックをね、全部壊せるんですよ。で、結局ね、相手のバック壊してあげれば、もうこちらガンガン殴っていくだけで済むんですよね。さらにそこにスカイスクレイパーでも来たら、ちょっともう相手止めらんれんでしょっていう感じ。はい、サイコロン使っていきますよ。 5!2枚壊せるな。相手火力が多かったんで、これあのこっちが1000ライフポイントを払ってもちょっとええかなと、思っとったぐらいなんですが、まあうまくいったので、それはそれでよしと。さあ、で、R ライトジャスティスも使っていって、フィルノのエレメンタルヒーローの数の分、相手の魔法トラップ破壊するぜ。相手のって、相手のじゃないよな、相手もこっちもやから、そこはちょっと気をつけない感じですね。さあ、それで、バックがなくなったところで、あ、助けるとやったね。攻撃をしていくと。で、結局ね、それだけじゃどうしようもない時があるんですよ。スカイスクレイパーってあくまでこっちからの攻撃をするときに、相手の方が攻撃力が上回っていた場合、1000ポイント攻撃力が上がるといった効果なので、向こうから攻撃してくるパターンに対してはスカイスクレイパーはね、うまくね、活用できないので、そういったところを補うために、もう安心安定の分断の壁、間違いないですね。分断で相手の攻撃力下げて、さらにこっちはスカイスクレイパーで相手の攻撃力を上回っていくと。ただ、今んとこデュエルでちょっとサイコロンがうまくいきすぎて1000ライフも払えてないんで、あ、コズサイ引けたんですが、相手は、セットカードもないので、ここは攻撃していきましょう。
ちなみにね、コズミックサイクロンは、速攻魔法ですので非常に、ね、使いやすいカードになっております。これはぜひ、間違いなくこのヒーローの戦う舞台とは合うと思うので、複数枚ある方は複数枚入れるのを僕は推奨したいなと思いますね。かなりいいカードです。で、このスキル改正に伴って三沢の、フィールド系のスキルが全て3000に、変わりますということで、普通にね、それも強い。ちなみにそのデッキも、一つね作ってあるので、明日、アップロードをしようかなと考えております。さあで、サイコロン早速使っていく、何や3番、あ、1枚破壊ですね。まあまあ今のところスカイスクレイパー使う必要はないかなというところがあるので、まあ、問題ないでしょう。さらに言えば、分断も、強化蘇生もあるので、十分ね戦っていけるかなと。で、はい、今のレディーオブファイヤー、これねエレメンタルヒートでそこまでね四つ星で、優秀なやつがなかなかねいなかったので、まあ一応僕はレディーオブファイヤーで、効果ダメージ、フィールドのエレメンタルの数かける200のダメージを自分のエンドフェーズ時に与えるといった、効果でやっていっております。まあ、ただね、スカイスクレイパーがあれば、攻撃力が1000上がると単純に考えて、2300まではね、突破できるので、それでもまあ十分かなと。あ、そして、引きましたね、筋肉もりもりおじさん。このエレメンタルヒーロー、筋肉もりもりおじさんは、モンスターゾーンに存在する限り、トラップカードの効果を受けないんですよ。で、さらに攻撃力が1500ということで、スカイスクレイパーで2500まで、カバーできると。で、はい、ここは、草原ね、別にこちらも戦士族ばっかりなので壊す必要はなかったんですが、まあ相手がやりたいことがあると、踏んで、まあそこは壊してきましたといったところでしょう。はい、これでいいですね。最後、このレディオブファイヤーの効果で、相手に、ダメージを与えてそれで勝利といったパターンもあるので、全然ね、レディオブファイヤーが、悪いというわけではないと思います。ただエレメンタルヒーローアナザーネオスがいるのであれば、やはりアナザーネオスをもう一枚、入れておきたいなといったところでしょうかね、僕は。さあ、サイコロンが2枚。また相手が城の内ですね。草原は特に壊す意味がないんだが、さあ、相手が何を出してくるか。いきなりね、高火力モンスターを攻撃表示で出してくれたりすれば、こちらはサイコロンを使ってライフポイント減らして、スカイスクレイパーという流れを見せれるのだが、OK、いいね。まさしく僕が願っていた通り。さあ、で、ヒートも引いてきた。ヒートがね、僕はかなりいいな。攻撃力が普通に強いので。さあ、サイコロン。2やから1枚破壊やな。とりあえずバックの破壊。ここで1000ライフダメージを受けたい。うん。やはり受けたいので、ここはサイコロンで頼む。よっしゃ、来た。これで1000ライフ、自ら食らうことができたので、ヒーローの戦う舞台、効果発動、スカイスクレイパーをね、フィールドに、効果発動。フィールドに効果発動。えい、これで、相手にダメージを与えますよ。さらに効果ダメージも与えてしまう。なんということだ、相手の攻撃力を。1000も元の攻撃力より強くなってしまう。参った参った。さあ、色が出てきたね。ちなみになんで今、レディオンファイヤーを出したかというと、なんかな、強いモンスターは、今そこまで強いモンスター求めてなかったので、相手を壊せさえすればね、良かったので。一応後に控えてということで、さらにね効果ダメージも与えることができるので、僕はレディオブファイヤーにしました。最悪ですねこれは。最悪、スカイスクレイパーが、壊れてしまったので、もうここからね強化蘇生と分断、この2つに頼るかねっていう感じでやっていきましょう。ザ・ヒート、これは自分の、エレメンタルヒーロー部も入るので攻撃力が絶対にね1800あるという形ですね。さあ1800、全然ね超えていける数値だとは思うんで、 OK、 ラッキーで、次エレメンタルヒーロー出すことによってヒートの攻撃力が2000まで、上がりますね。さらに分断も引けた。これはかなりでかいと言って、スカイスクレーパーがなくてもなんとかやっていけるといった、デッキということも紹介できましたね。はい、ということでこのデッキ構築、この動画ちょっとでも面白いと思っていただけた方は、チャンネル登録とグッドボタン、コメント、 Twitter もやっております。ぜひぜひ登録の方よろしくお願いします。さあ、そして今日の大喜利、もちろんね今日も大喜利します。そしてこの動画の後、もちろん今すぐだ、動画優秀者を発表していくぜ。さあ、というわけで
皆さんお待ちかね、シドヤグ遊戯王大喜利の回答者を発表していくぜ。いや、お待ちかねなんかな、みんな期待しとんかな、どうなんやろ。まあ期待しとると信じて、まずお題は海馬瀬戸、子供の頃のあだ名はというお題です。さあ、そして最優秀者、最もグッドが多かった方は、はい、サクアンノウン1113でーす。イエーイ。さあ、それではね、皆さん気になっているでしょう、果たしてその回答は、海馬瀬戸、子供の頃のあだ名は、回答はキャベツ。キャベツか、すっげえドストレートに来たな。あれやろ、海馬の頭のこと言うやろ、髪のこと言うやろ。まあ、まあ、妥当な答えかなと思いますね。さあ、さすが最優秀者と言ったところでしょう。それでは、ヤグタウン賞の方、発表したいと思います。ちなみに、ヤグタウン賞は、なんとね、アンノンさんと、もう、非常にね、近い票数を取った、あいつの回答だ。さあ、それは誰が作ったのか。はい、シドゾーマでーす。なんとね、あのシドゾーマが、かなりね、動画が上がって最初の方に書いたっていうのもあるんですが、僕的にはすげえ好きなコメントだったんで、それを紹介したいと思います。さあ、その答えとは、会話と子供の頃のあだ名はカイちゃん。普通か、もうめっちゃツッコミ入れたかったわ。お前普通か、大喜利やのに普通かってすげえ、ツッコミ入れたかったわ。さあ、ということで、今回の大喜利いかがだったでしょうか。次回の大喜利もお楽しみに。そして今回の、何や、次回のって、今回の大喜利の大喜利のお題は、下のコメント欄に、僕が固定コメントして書いているので、ぜひぜひ皆さんバシバシコメントしてってくれ。そして、ちょっとでもいいなと思ったコメントにグッとしてってくれ。そしてこの動画にもグッとしてってくれ。ということで、ヤグタウンでした。それではまたね。ヤグタウン。